今日は久しぶりに名古屋でね再会という。まあそうです。1年ぶりだから。それももうあそうなんですかね。なんかちょっと寒い時期あったんですよ。あ、そうだったかな。だから1年半ぐらい空いてる。ああ、そうですそうです。じゃあ10月ぐらい。スルさんがインド系 FM ダブルに電話してるけど。スルさん。あ、そうです。一時、うん、一時だけ。生活に困って FMW で出たことあったら どの辺で、ああ、ちょっとなんですよ。じゃあ、FMW を潰れかけてもう仕事あれへんから、どこでも出る。じゃあ、ユニオンも出るし、あれも出るし、NOW も出るし、その中で SPWM も出るし、あったら何でも出るやん。FMW も出てる。それで大きなアンクルとかつけてもとか知らんけど、つけてなかったら怖くなかったんちゃうかな。スポット参戦じゃな、スミスターボーグみたいなのもらうかな。ボーグって FMW の活躍以外で大した活躍日本でしてない。そうそうそう、ね、新日本でね、奈良崎とぐらいのことって大変してない。 FMW で開花したんです。そうですね、まあ、国際プロレスも在籍しとった らしいです ね、 本当にね、うん、僕はその時まであれですよ、ビル・ロビンソンが持った高校ですよ、ね、その頃はあんまりよく知らないけど、まあ、なんか適当にね、あの人に使わしながらね、いろんなとこ行っとったらしくて、まくれたりね、夜逃げしたりしながらやったら違うもん。そんなにね、一流レスラーとかでもなってるから FMW で上げてもらう。それがなかったら何にもないってことで、難しい。海外ではあれ行って働いとったかもしれんけど、あの回転になってるのはそこじゃないしな、ダメだ。あとインディーが FMW がなかったら、まあまあ、そうですね。そこからあの狂気の使い方むちゃくちゃやけどね、ロボティリティーするやろ。あったの大丈夫かなと思った。東京プロレスが何か見たのドリルで食ってましたもん。お客いやー知らん人ちょっと遅くて頭ドリルそんなアホだ。いけるホルモンってこれでドリルやってスープの流血だけで何それ。頭蓋骨穴開けちゃう。小鹿さんとやってましたよね。やめたい。小鹿さんはすごいよ。みんな60代とかで亡くなるレスラーの中で80代でね、未だチャンピオン。すごい。もうね、頭が下がる。短命ですもんね、レスラーって。ほんま短命です。やっぱ相撲取りとしてはやっぱりもう距離を重ねるし、そうそうそう、ね、あんな叩きつけられて蹴られて、相撲取りやってなくても鶴見さんみたいに糖尿出てみたいな上がじにしてしまうってあるでしょ。糖尿やってるじゃん。糖尿と上がじゃんくん。いやいやいや、もう50代ぐらい症状が結構出てる。ターザンの動画も早かったよね。はいはいはい、雰囲気が長いやけど早かった。雰囲気がもうちょっと長いってやったらもっといいレスラーになんないけど、輝かしい成績というか経歴もないのに。そうそうそう、素人始まり。そう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 、あそこまで行ったらなかなかおらん。うわー、すごい。そうですね、叩き上げ吉田さんって経験なんですか。
もう年に1回取ってたよ、ほぼリタイアした。矢口が原因マジですよね、体重のマジですか、ミスってとかなってるんですよ。あの SPWM SPWM って無駄あるんですか。ないない、もうない、もうないし、もともとね、ラッチの仕事新格闘プロレスなんで、インディー系の終点曲プロレス、いや、新格闘プロレス、新格闘インディーの仕事で、新格闘がなくなって SPW に合流して、そこで、悪役に、黒塩とか赤とか塗って、で、マヤラ同盟とか言うて、テラシーさんとね、矢口一郎王が、テラシーさんと、八つ吉明を大いに苦しめた。苦しめた、苦しめた。正規軍、テラシーさんと八つ吉明。正規軍。正規軍。まあ、ヤスさんも小ボケとしてやけどね。いやー、SPW も面白くなったねひとことで。それ最後のマイクですよ、それ。足立さんも亡くなっちゃったよ。そうですよね、ね、あの人も長生きすればね、ちょっと楽しかった。でも、引退試合の時にゲッソリしてたもんね。もう面影はなかった、ミスター人の面影はなかったしな。で、53年頃のあの感じはなかったよな。そうですか、まあ、国際に上がってあったところ、ね、日本リーグ総敗戦とか出てたもんな、桜田さんとコンビでな。僕ちょっとその辺はちょっとよく分かんないですけど、ね、もう桜田さんのストンピングがすごいよ。僕さっさこれだったすごい。桜田さんはもうなんか攻めと強いで有名やからな。そのインサイドワークのミスターで、トンパチのミスター桜田さん。はい、はい、ありがとう。もう桜田さん見境なく100でも仕掛けないから舐めたことしたら芸能で暮らすんだろうし、お客怖い。マナミさんがよう言うてたじゃん、暮らせばいいんだよ、暮らせばいいんだよ。プレートぶつかさんじゃん、プレートぶつかさん、暮らせばいいんだよ。一時よう言ってた。あ、レスラーとね会話してるとそればっかりやからスプラースはスプラースで取り取って偏見制裁するんですけど、さっさんもさ酒癖悪いじゃん。あの人決して酒癖悪くない。相手見とういけるやつね、この上からこうやってるけど、ちゃんとスポンサーとかそんな人には悪態ついたりしてできる人や、相手が見れる人や。工業の中でね、なんか売り工業コーテンスプレーみたいな人と夜な夜なね、こうスタッフさんだけ出て行ってそんなクラブで飲んでったりしたら、ちゃんとそういう人にはちゃんとこうやれる人や。それもなんかちょっと嫌や。いや、できる人や。で、こいつら言ってもええやろ、言うやつにはないって言うわ。俺の酒飲めんのかーとか。雑誌でね、スピリットってやったのかな。それは高杉さんがスピリットやってあったの。はいはいはい、高杉さん。そうだ、万年ね。で、缶で入院してある時も、でも飲んでたの。ほんま酒好きやった。で、井上さんとか高杉さんの多分対談形式だったんだけど、そのうさっさんってほんまに練習されたの、井上さん今くで、たまたまタッグでの試合があったんですよ。だからコールされたんですよ。
青コーナーグレー特撮って、はいはい、そしたら手挙げるじゃないですか、そしたらそこで緑系もあるじゃないですか、そう、あれでなんか撮ったみたいな。僕はね、そんなこと聞いたって前を見せないよ、スワスさんらしいって思うだけ、さすがに来たんだ、そうそう、準備運動すらせえへんって井上さんがそうに言ってました。井上さんはスワスさんに対して辛辣やん、そう、あの言うて、もうあの仕事やから一緒に組んでやっとったけど、ほんまは、ほんまはなんかあんまり好きじゃなかったみたいなので、あの書いてありました、ね、でもあの人はミスター国際プロレスには間違いないんや、そうです、そうです、そうです、国際プロレスは何ぞや言うたら、あの人なんや、そうなんですよ、そうなんですよ、僕はだからあの、そういう恨み出し大好きなんですよ、うん、そういういや、国際プロレスは何なんや言うたら、クレーションを立てたんや、だから幻滅する、幻滅するじゃないですか、あのそういう裏話が聞けてものすごく面白いんですよ、うん、ある意味ね、なしは決めるじゃないよ、ミスター国際プロレス一番長いこと勤め、6年長いこと勤めたら木村さんじゃないのよ、スタッフさんだよ、それからもう地方巡業を牛耳ってるとかね、そういう意味合いでは、だって吉原さんは次、社長は草津さんに したかったみたいな、なんかでも読んだことあるんですけど、そう、そういう事業継承をすれば、まあ、するほどのこともなかったけども、草津さんももう、もうそうする言われても、もうええ言うたそういう工業会社を起こすというようなマリックはなかったと思うけど、最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。